私の知る限りではアメリカの百万長者でイジーキア・ホプキンスという人がこの組合を設立したらしい。自分が赤毛だったところから世の中の赤毛の男性みんなに並々ならぬ共感を抱いていた。そこで亡くなった時に巨額の遺産を管財人に信託し、その利子を自分と同じ色の髪をした男性に簡単な職を提供するために用いるとの遺言を残したんだとか。燃えるような赤毛の持ち主である質屋の主ウィルソンは赤毛同盟という不思議な組織に加入する。加入できるのは赤毛の男性のみ。大英百科事典を筆者するだけで週4ポンドの報酬という魅力的な話だったが、彼の加入後8週間経ったところで突然同盟は解散してしまう。困ったウィルソンがホームズに相談に来たところ、名探偵は大変な興味を示して、小説の中では赤毛同盟という奇妙な話に信託が真実味を持たせているように感じられます。欧米では慈善事業に信託が用いられることが多いことから、このような設定が考えられたのでしょうか。